勝で実現か、リバプール VS レバークーゼン。EL の組み合わせ決まったな。決勝でリバプール対レバークーゼン来そうだな。決勝で当たるのが一番いいんだから。リバプールが無敗記録を止めて、来季シャビアロンソがリバプールに来るのが一番物語としていい。でも決勝のスタジアム、アイルランドだからな。シャビアロンソのアンフィールド期間はさすがに見たかった。レバークーゼンは普通にウェストハムに負けて終わりそう。アントニオ戻ってきてるしボコられそう。この試合はかなり熱い試合になりそうだね。レバークーゼンはミランとローマのどっちかともやるしさすがに勝ち上がるのきついだろ。というかリバプールこの組み合わせ当たりすぎる。初戦アタランタで勝ったらベンツかかマルセイユは割といけそうだな。これリバプール優勝だろ。優勝はそんな簡単じゃないぞ。プレミアの優勝争いしながら勝つのは相当厳しいぞ。EL を舐めてたら痛い目見るぞ。